元キングプリンスの平野翔と神宮寺雄太が7日にそれぞれインスタグラムを開設。8日午後8時の段階でフォロワー数が平野は約170万人、神宮寺は約133万人に達した。反響は凄まじく、開設から24時間で2人合わせて300万を突破した。写真、美しいワイシャツ姿、 平野翔ショージングジ・ユタのアーシャーオフショット。平野とジングジは7日午後7時から生配信された、滝沢襲明氏の新事務所、2B の YouTube ライブに登場し、合流を表明した。生配信は同時視聴100万超えの視聴者数となった。個人のインスタグラムは午後8時頃にオープン。平野はまず、平野翔です。インスタ始めました。と投稿し、 今日8日には、おはよう。昨日はみんなありがとう。楽しかったね。と改めて感謝を綴り、そんで今日は、アーシャを撮った日のオフショットを上げてくよん。と写真を多数掲載した。神宮寺も8日の投稿で、ヤッホー。昨日の生配信とインスタライブありがとね心拍数上がるくらい楽しかった。これからアザーカットたくさんあるから少しずつ投稿していくね。と呼びかけた。 貴重なアザーカットの公開にファンから歓喜の声が多数。平野はコメント欄も開放しており、最新投稿には2万6千件を超えるコメントが殺到し、海外ファンからの声も寄せられている。